こんにちは。向田邦子作女の人差し指よりチャンバラを2回に分けてお送りします。高いところから墜落して一時的にだが記憶喪失にかかった人がいる。意識が戻って初めて箸を見たときこれは何なのか何に使うのかわからなかったですね。わからないないりに なんかひどく懐かしいんだな。懐かしくて涙が出そうなのに、ここまで出かかってるのに思い出せない。あの情けなさと言ったらなかったな。箸という名前と何に使うか分かったときは嬉しくて男泣きに泣いてしまったという。私は字を書いてお金をいただくようになって二十年になるけれども、 それでもペンを持っている時間より箸を持っていた時間の方が長いに違いない。とにかく日本の箸と日本人は切っても切れない間柄にある。当然箸の使い方にかけては中国人と並んで上手である。ただしナイフとフォークこれは当たり前のことだが欧米人に一歩も二歩も譲る。 一体どこが違うのだろう。この間2週間ほど青い目の人たちとサンドサンド一緒に食事をしたのを幸い、この研究をしてみた。答えは、欧米人はナイフとフォークをふわりと持って、実に優しい。それに引き換え日本人は目手にちがたな、ゆんでにたずなではないが硬いのだ。 欧米人を和事とするなら、日本人は荒事である。洋食の食卓に座るときからして目つきが違う。いざ出陣という面持ちである。右手にナイフ、左手にフォーク。左方にのっとり素相のないよう、四死孫孫まで恥辱を残さぬよう。 つまり皿の上でチャンバロを演じているのである。ナイフは剣で、フォークはサスマタである。食事の旅ごとに人殺しの道具と同じもので、重肉を切ったり野菜をつついたりするのは気取っているようでいて、実は野蛮な行為であるという人もいる。そこへ行くと箸は洗練の極地で、 刃もない2本の棒だけで、つくもむしるも、はさむも割るも、すすり込むも何でもやってのけられる。ナイフとフォークでスープは飲めないだろう。もう一つ、スプーンというものを使わなくては、スープの身も救えないではないかとおっしゃる。人が集まると、まず教会を建て、それと同時に屠殺状を作って、 牛や豚を飼って食料とした民族とまずお寺と鎮守様を建てた農耕民族の日本人の違いがナイフとフォーク対箸に表れているということなのであろうそして今日本人はリビングキッチンパンとご飯と並んでお箸とナイフとフォークスプーンと日々の暮らしの中で使いこなしている。 ごく少ない民族なのではないだろうか今日はここまでといたしますありがとうございました。